はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字漢字部2月号よりですね、臨書検定課題、はい、こちら定義書きをですね書いていきます。はい、読み方は我希望金取る、はい、こう読みます。はい、定義書き、今回6文字の課題となりますね。はい、定義書きはですね、正方形に近い外形をしているのが特徴なんですが、しかしですね、今回の課題のですね、この詩ですね、詩はやや縦長のですね、外形をしているためですね、時間やですね、下部の余白が狭くなりがちなので、他の文字のですね、外形や時間と調和するようにですね、バランスよくまとめていくというところを気をつけて書いてください。はい、今回の課題ちょっと難しいですね。はい、和はですね、一画目は横に払っていきますね。はい、で口は肩を落として書いていきます。例はですね、ここうねり、うねりがですねありますね、左払いのところ、はい、ここの右上がりのところですね。はい、そういったところを気をつけて節をつけるように鉛筆していきます。はい、き、きは上の口の2つはですね、肩をちょっと落として書いていますね。そして横画はうねり、節をつけて書いています。はい、棒ですね。はい、ここ右上がりをですね、きつく書いてますね。はい、でここは一つ点をですね、まあ、ない形の書き方になってますね。横画は節をつけて右上がり強く、間隔は狭くですね、まとめていくというところにですね、注意していきます。はい、兼ねるはですね、画間を等しく開けていくというところと、この肩、点接ですね、肩を落として書いていきます。はい、詩はですね、先ほども申し上げましたように、縦長になりすぎずにですね、書いていきます。はい、この点接、肩を落とし、ここもですね、肩を落として縦画は、はい、こう、うねるような感じのですね、書き方になっています。はい。定義書きのですね、特徴をよく捉えてですね、それでは早速ですね、書きながら説明をします。はい。まずは、和ですね。はい、和。はい。こう、下からこう、象を横に払っていきます。で、ここも象法で、はい、ちょっとうねるようなこんな感じですね。で、ここも象法、はい、ここもちょっとうねってます。はい、左払い、出力を保って払っていきます。はい、そして、はい、横画の収縮とあまり変わらないところ、はい、口、はい、双方でこう入って、こう筆圧をかけながら収縮に向かっていきますね。はい、横画、はい、ここは肩を落として鉛筆をしていきます。はい、はですね、はい、で左払い、これは節をつけて出力を保って上限運動ですね、左に払います。はな、はい、そしてここはちょっと練りながら、で右にこう払います。
はい。で、三角目は次第に太くこう、はい、ここも節をつけていきます。こう、で、こうで、内側にくっついちゃったな。はい、こうですね。はい、そして木ですね。はい、口位置関係ちょっとですね気をつけていきます。ここは少し落としてね、ですね。少し落として、こうですね。はい、横角細く節をつけています。こう上弦路をして節をつけていきます。ここも上弦路をして節をつけます。はい、口、はい、縦か、ここを接しないで、はい、で、先から次第にこう太くしていくような、そんな書き方ですね。ここも細から太。はい、木ですね。そして棒、はい、造法で入り、そして横角右上がり、で立って右上がりで抜いていくような感じです。はい、造法を押し出して止めて、止めて、ですね。はい、ここも横角を細くうねりをつけて右上がり強めです。縦角は短めに、そして、で抜いて、腕の上弦度です。はい、ここも跳ねる、
て溜まって痛みに払って、はい、ここうねりをつけていきます。はい、ここの横隔は細くです。でここは肩を落として内側に、はい、ここも細くうねりをつけて、ここも細くうねりをつけていきます。はい、出てて、はい、そして最後、はい、斜めに、はい、そして斜めに、こう、そして最後、はい、少し大きめで長く、はい、カネルですね。次は足です。縦長になりすぎないように、はい、上方に入って、はい、止めて、ここ右に反っていくような感じ、ちょっと落としてから内側にいきますね。払っていきます。でここの左払いは出力を保って払い、ここは、はい、右下にといきます。はい、縦角はうねりを加え、この右上がりで肩を落として内側に、そして外に向かって、はい、右上がり、右上がりですね。でここも上方でうねりを加えていきます。こうですね。はい、そして左払いは左に行くような感じで、そして最後の、はい、このようにして書いていきます。はい、定義書きのですね、用筆をよく捉えてですね、書いていってください。うねりをつける、節をつける、肩を落とす、横角の感覚に気をつける、そういったですねところ、はい、気をつけて書いてください。はい、今日は以上です。